早く降る。皆さんこんにちは、早く降るです。今日は初心者の方にもコレクターにも嬉しい一つの箱で今すぐ始められるガラスペンとインクセットをご紹介します。じゃーん、こちらは結構ね重さのある箱なんですけど、これを開けるとチャカチャカチャカチャチャーン、ガラスペンのガイドブックが入っていて、この緩衝材ですね、黒のなんていうのふかふかしたやつそれをどけるとじゃーん、こちらがですねガーゼハンカチみたいな、ガーゼか、ガーゼでいいのかな、はいです。すごい可愛い色、私の大好きな緑と黄色との組み合わせなんですが、こちらはあのガラスペンとかをお手入れするときに使うものです。なんかちょっと可愛くて使えない感じもしますが、はい、こちらとこのキットが届いたらすぐお手紙が書けるレターセット、こちらはインクを使用する前に準備するものになります。はい、そして中身の全貌がちょっと見えてきましたよ。どれから行こうかな、めっちゃこのしっかりとした緩衝材の中からよっこいしょ出します。これほんとあのガラスなんで当たり前ですけど注意してください。そっと、はい、これがねキャップですね。キャップを取ると、わーすごい、キラ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 のガラスペン、ここがねこういう感じで持ちやすい形状になっています。こちらが青の方のガラスペンです。そしてここが、わーすごい、かっこいい、はい、こちらもキャップがついていて2本目です。なんとガラスペンが2本も入ってます。でこちらはさっきのと違って丸い形にこう溝が入っているようなやつですね。こっちも持ちやすいです。こちらガラスの容器ですね。あのガラスペンをあの洗うときに使います。ガラスペンを置くペンレストですね。これをですねこういう感じでトンと置いて、ガラスペンのインクが下につかないようにします。早く振る。そしてこちらがずらっと並んだインクが10色あります。こんな感じでしっかりとジップロックに包まれてやってきます。はい、インクのデザインはこんな感じになってます。柄がすごい可愛い、しかも中の色に合わせたこうデザインになってますね。ネイビーなのでネイビーの花が描かれています。インクの量としては 15mm なので使いやすいサイズ感になっています。香水をイメージしたボトルなので本当にボトルだけでも飾ってても可愛いと思います。そしてこのキラキラ見えますか、これね全部キラキラが入ってます。なんて言うんでしょう、これ 何ラメ、ラメっていうのかな。こちらがイエロー、グリーン、パープル、青、赤、緑、ライトブルー、ピンク、黒、ゴールデン、イエロー。はい、では色を見ていきたいと思います。まずこちらネイビー、全部の色そうなんですが、この後ろの方にですねラメがちょっと沈殿しているような状態なので軽く振ってください。こうなんですかね、あのスノードームをこう戻すようにゆっくりとこう全体が混じるように振ってください。あんまりこうぐしゃぐしゃってやると泡立っちゃったりインクに良くないので気をつけてください。しっかり地面に固定させて利き手の方でよいしょ、結構ねあの蓋きっちり閉めるの でゆっくり開けます。よいしょ、はい、そしたらまず黒い方のペンで試し書きをしたいと思います。はい、ではインクをつけていきたいと思います。インクのつけ方としてはこの透明なところですねの1/3、下1/3を目安につけていきます。でこれ垂直にインクに入れて垂直に引き上げます。こちら素材は両方ともガラスなのでヘリでトントンしてしまうとガラスが割れてしまう可能性があるのでしないように注意してください。よいしょと、はい、こんな感じでつけます。
ガラスペンは縦よりもちょっと斜めにした方が書きやすいです。はい、ガラスペンはですね、毛細管現象というこのうずうずみたいなのの中にインクがこう入っていくような状態なので、ちょっとかすれてきたなと思ったらガラスペンをこうくるくるとちょっと回しながら書くと長く書くことができます。他の色に変えたいときはこのガラスの容器に、こちらもですね、そっと入れて、そっとガラスに当たらないように軽く揺らします。そうするとこんな感じになるので、付属のガーゼやティッシュで軽く吸い取ります。ではもう一本のガラスペン、青い方のガラスペンでもネイビーで描いてみます。こうやって下に溜まるので都度こうちょっと揺らしてインクが混ざるようにしてください。上が黒い方のガラスペン、下が青い方のガラスペンで書いた文字になります。上の黒い方がちょっと中字で、下の青い方が細字という感じですかね。はい、個人的には青い方が書きやすいかなと思います。では他の色も見ていきましょう。はい、全10色試し書きしてみました。じゃじゃじゃーん、すごいね。これどれぐらいカメラで映ってるかわかんないですけど、キラキラが見えるかな、キラキラ、あ、この黒とかわかりやすいですかね。全部にキラキラが入っていて、さりげなくキラキラしてます。どれも使いやすい色合いなので、結構合わせやすいですし、いいかなと思います。個人的に気に入った色はこちらのネイビーと、このピンクっぽい赤、そしてこのゴールデンイエローですね、が使いやすいかなと思います。コレクフル。はい、今日はご自身用にもギフトにも嬉しいガラスペンとインクのセットご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。これ一つですぐ始められるので、ぜひこの機会にガラスペンにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。概要欄にリンク等を置いておきますので、よかったらご覧ください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。アヤクフルでした。バイバーイ。